こんにちは、花屋龍馬さんファンの皆様、そして綾沢ちゃんファンの皆様、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ね、やっぱりね、花屋龍馬さん、分かりますよ。お前に聞くんじゃなかった。人っていうのは第一印象で、この人ってこんな方じゃないかなっていうふうにいろいろイメージするんですよね。まあ見た目を見て、見た目で感じたままに、こんな人であったらいいのにっていう形で対話を始めます。そしてだんだんとその方との関係が深くなっていった時に、意外な一面を見るんですよね。その時に、あ、騙された、意外だった、こんな人じゃなかったのにっていうふうにね、自分のイメージと、自分が第一印象で持ったイメージとその人の深層心理が乖離した時に、人は人を減点するんですよね。だからこの考え方っていうのは、きっと恋愛が始まった時に似てるのかなと思うんですよ。人間関係と恋愛ってものすごく似ていて、男女の関係って出会った時がピークで、徐々にこうね、熱が冷めていくっていうふうな言い方をされる方もいますけども、これはね、減点方式だからだと思うんですよ。とかく人ってのは、自分が期待していたような点数を人に勝手につけて、そのイメージと違ったら減点をしていく、まあ勝手な人間なんですよね。勝手な生き物なんですよね。まあそれはね、私でもそうなのかもしれませんね。そうならないように、いわゆる自己否定しながら他者肯定するっていう考えを、その速化軸の考えをね、私は最も自分に当てはめてるんですよ。すぐにね、図に乗ると言いますかね、いかんいかんと頭を冷やさないと、本当冷静でいられないところなのかなと思います。まあ、ですんでね、まあ、花龍馬さんにしても、その綾沢ちゃんにしてもね、自分の想像してない意外な一面が出たりとか、自分がその人に持っている勝手なイメージ、綾沢ちゃんはこうなんじゃないかなとかね、花龍馬さんはこういう風な人なんじゃないかなっていう風に思うのと、実際に綾沢ちゃんや花屋龍馬さんがいろんな世の中の影響を受けながら、感化されながら生きていく方向とが、必ずしもね、私のイメージと一致しなくても当たり前だというふうに思わなきゃならないですし、何よりもね、自分が選んでこう対話をしている、見ているわけですよ。まあ、ですんでね、別に誰に頼まれたわけでもないし、強制されたわけでもないのに、例えばインターネットの世界っていうのは、自分でクリックして自分で選んでるんですよね。だから自分で選んだ人が自分の思った通りになってないからといって腹を立てるのはちょっと違うなと思いまして、これは自分が誰かを選んで誰かを見たり聞いたりしてるときに、そうじゃなかった場合に思うわけであって、誰かが私に対してのイメージと私の発信してるものが違うからといって、あなたも我慢しなさいよっていうわけではないんですよ。私はね、いろんな発信者として誤解を与えてはいけないかなとかね、かといってあまりにも萎縮して言いたいことが言えないようなね、世の中じゃあ、まあ、まさにポイズンなんで、自由な表現をしながらね、どう感じていただけるのか、どういうふうに伝わるのかっていうふうなものをいろいろと咀嚼しながらね、こう噛み砕きながら新しい自分に日々なっていければいいかなと思ってるんですよ。そういう意味で情報発信するってことは、何よりもね、多くの方から見られて、多くの方から評価されて、ものすごく磨かれてるなと思いますね。まあ、ですので発信すればするほど、いろんな方の葛藤ですとか怒りですとか憤りや癒しっていうものに出会えて、まさにね、感情との出会いなんですよね。で、時にはね、時には今はやらないんですけども、時には人の感情をわざとかきむしるようなことを言ってアクセスを取ってみたりとかね、それからわざと人の感情をかきむしるようなことを言って、視聴者さんを離脱させたりとかっていうこともやった時はあります。それはね、ビジネスをする上で避けられないことなんですよ。最初に多くの方の心をつかむためにね、いわゆるトレンドキーワードを使って多くの方をガサッと取っていくと、それからその中で自分の高い商品を買ってもらうためにいろんな選別をする中でね、お金がない人とか全然自分の人生に向き合わない人、ビジネスに否定的な人をどんどん排除する意味で、いろんな厳しい言葉とか理不尽なことをね、発信していって、どんどん離脱を起こしていって、最終的に最後まで残った人は、この人たちは購入に至るだろうなと思ってドカンとセールスかけるみたいなね、こういうプロダクトローンチみたいな手法もあったりするわけなんですよ。まあでもね、こういうことを繰り返していくと、本当に行き渡るのがね、多くの視聴者さんが求めているものを発信できているのかと、もう一つは自分の言いたいことが言えているのかっていうことの、このすり合わせの中でね、いい感じのところで着地っていうのが非常に難しい。というのは、視聴者さんはいつも変わるんですよ。視聴再生数が100、100、100、100、100とつながっていたとしてもね、同じ人が100を作ってないんですよ。
ある人は離脱して、ある人は新規で入ってきた、その回数が100なんであって、同じ100人がね、学校のクラスみたいにもう1年間同じ人でできてるわけではないと、うん、ましてやね、私たち YouTube をするものは時に再生回数がガクッと落ちたりドカンと広がったりとかして、まあ、今までの視聴者さんとは違う方に常に向き合っていかないといけないっていうことがありますよね。まあ、ですので私はシンプルにね、誰も見てないと思って発信することにしてるんですよ。誰も見てないと思って発信する。で、プラスもう一個はね、矛盾するようですけども、この人に届けとばかりに発信する場合、その両方のイメージが入ってるんですよね。まあね、花山さんとね、私がね、似たようなところで感じる、お、花山さん、ザ・コピーライティングって本買ってるんだな、うん、本棚見てますよ、本棚。私が持ってる本とね、一部同じのがある。まあ当たり前か。イケメンはモテないって本もありますね。花山さんの本棚見ると面白いな。ということでね、私も花山さんも同じ発信者として、似たようなね、まあ石を投げられることもあるかなと。まあでもそういう石が投げられたらね、花山さん、それをネタにしてもう一本動画を撮るっていうのはなかなかいいと思いますよ。うん。こういうふうなことを発信していて、私はこういう目に遭いましたけども、皆さんが発信してる時とか、周りの人にね、何かね、自分の気持ちを言った時に、同じようなことないですかって語りかけていくと、あ、昨日の気持ち分かりますみたいな感じで結構ね、賛同していただけたりとか、いやいや逆にそれはお前が悪いよって、表現気をつけろみたいなことでご指導をね、ご指摘いただいたりとか、結局どっちにしてもね、鍛えられるなと思います。まあ、ですんでね、今回の、まあ、話題といいますかテーマですけども、花山さん、発信者っていうのはね、うん、ある意味ね、勇者の旅ですね。もうロールプレイングゲームみたいに、うん、まあ丸腰でですね、最初はいろんな戦いに旅立っていくんですよ。その途中で発信していると、マジシャンに会ったりね、それからなんか勇者に会ったりとか、うん、その他なんかいろんな人に出会うわけですよ。それでパーティーをその時組む。それが視聴者さんと発信者、自分っていう一つの動画の中で、起きた、うん、集まりなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それである時は離脱があって、ある時はまた新規加入がいてとかって、その変わるんでしょうね、いろいろね。で、宝物はいつも自分の目の前にあって、そういう旅を続けていけるかなと。まあ、ロールプレイングゲームみたいなことをね、私は思いますね。うん、でまさにね、これはね、ゴールがないロールプレイングゲームで、ゴールっていうのは唯一自分が発信をやめた時、それが結末。もうね、発信するのが嫌になってやめちゃえば、それはゲームオーバーを意味しますし、最後に素晴らしい出会いをね、勝ち取れば、それはロールプレイングゲームの、まあ、ハッピーエンドを意味するのかなと思いますね。まあ、お前に聞くんじゃなかったっていうふうにね、怒られたら、その方は離脱するんで、逆に言うとさらに住みやすい、それ YouTube ライフが送れるんじゃないかなというところもありますし、あとやっぱり心に引っかかるものもありますよね。この方との関係が今日で終わってしまうのかと思ったら寂しいところがあったりとか。まあでもね、ずっと続けてれば視聴者さんって戻ってきてくれたりするんですよね、うん、まあ随分前に見ていたあいつはどうなったのかなと思ってね、検索してきてみたら、あれまだやってんのみたいなね。人っていうのは気持ちが変わりますから。ただ私もそうですしね、花山さんもそうだと思います。今日強く信じていたことが明日ある出会いやきっかけによってぐるっと変わることもありますし、それはね、一つの進化であり成長であり気づきだと思いますんで、お前前言ったことと全然違うじゃないかっていうふうに言われたということは、そう、全然違う自分に変化できたんです、ありがとうございますってことなのかなと思いますよね。はい、それではね、今日は12月3日になりました。花山さんとのズーム対談は12月4日日付上は明日ですね。楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。ところでね、私ね、プレゼントをちょっとね、考えていたんですよ。で、プレゼントの送料を考えた時に結構金がかかるんで、これはね、配送コストにお金をかけるよりも、視聴者さんにその配送コストをね、かけたつもりでダイレクトになんかプレゼントした方がいいかなと思ったりするんですよね。ちょっと悩ましいですね。プレゼント企画っていうのもちょっと悩ましいですね。どうしようかなと思ってますね。まあ、本日は以上なようなところでございます。いってらっしゃい。